定刻となりましたので、ただいまよりアフノア2030プロジェクト主催サステナアワード2021伝えたい日本のサステナブル表彰式を始めさせていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます早瀬真美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の表彰式は新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえオンライン形式での開催としております。参加者の皆様には基本的にカメラとマイクをオフにしてご参加いただきます。ご発言をお願いする際にはこちらからお声掛けさせていただきますので、その際にはカメラとマイクをオンにしてお話しください。それでは早速始めさせていただきます。今年度のサステナアワードは昨年よりさらにパワーアップし、賞の区分として農林水産大臣賞、環境大臣賞、消費者庁長官賞などを新たに設けました。応募数も昨年の倍以上となる92作品の応募をいただきまして、素晴らしい作品揃いとなっております。最後に上位4賞の上映と取材の時間も設けておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは初めに開会の挨拶として金子源次郎農林水産大臣よりご挨拶を賜ります。それではよろしくお願いいたします。農林水産大臣の金子源次郎です。本日はサステナアワード表彰式にご参加いただき誠にありがとうございます。また秋葉義恵委員長、石川純也委員、末吉理科委員、古田直子委員におかれましてはご多忙の中審査委員をお引き受けいただき感謝申し上げます。本アワードの共催者である一般社団法人アグベンチャーラボ代表理事長の荻野光希様ほか関係者の皆様にもお礼申し上げます。今般のコロナ禍を通じ、私たちの暮らしは誰かの活動によって支えられていることが改めて認識されました。コロナ禍にあっても安心して食べることができるのは調達、生産、加工、流通を担う皆様のおかげであり、この場をお借りしまして改めてお礼を申し上げます。農林水産省が昨年5月に策定した緑の食料システム戦略では、調達、生産、加工、流通、消費の関係者の行動意識を変えていくことや、イノベーションにより持続可能な食料システムの確立を目指すこととしています。本日のアワードでは緑の食料システム戦略で掲げる食と農林水産業の持続可能な取り組みを動画の形で募集しました。今回は2度目の開催となりますが、全国各地から92作品もの多彩な動画が集まりました。試行錯誤の上、動画を作成し応募いただきました皆様にお礼を申し上げます。応募作品のうち入賞作品につきましては、日本の食と農林水産業に関する持続可能な取り組みとして国内外に広く発信していくこととしております。ご参加いただいた皆様にとって本日の表彰式が有意義な時間となることを記念して、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。続いてサステナアワードを主催するアフノアプロジェクトの事務局として、久保舞子農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室長より本アワードの趣旨説明およびアフノアプロジェクト活動報告をお願いします。久保室長、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。農林水産省地球環境対策室長をしております久保と申します。本日はサステナアワードの事務局であるアフノアプロジェクトの紹介をさせていただきます。まず本プロジェクトなんですけれども、資料を共有いただけますでしょうか。アフノアプロジェクトというのは農林水産省、環境省、消費者庁の3省が連携して行っている取り組みでございます。次のページお願いします。
はい、まず生産者の方からするとですね、いろんな持続可能な取り組みやっていきたいと思ってもなかなか買ってくれないと取り組み続かないんだよなっていう方もいらっしゃるかもしれません。また消費者の方はいやそういう商品買いたいんだよなと思っても売ってないんだよねって思っている方もいらっしゃるかもしれません。そういう意味ではですね、我々3省庁連携して2020年6月からこのアフノアプロジェクトを立ち上げてですね、生産と消費それぞれを持続可能にすることで新しい市場の創造ということを目指して今活動しております。次のページをご覧ください。その一環として、昨年の9月はですね、サステナウィーク2021ということで、見た目重視から持続性重視の買い物へというテーマでですね、事務局として、体験型の展示だとか、トークイベント等を行いました。まず体験型展示ではこの左側なんですけれども、同じようにスーパーや棚で売られているようなものだけれども、何が違うのっていうところ、生産の裏側を見てくださいという展示をしました。これをクイズ形式でやってますので、隣の平野レミさんだとか、それから和田明日香さんとかシェフの方々にですね体験していただいて、でトークイベントを行っていただきました。そして次のページをご覧ください。はい、また企業の方からすると、サステナビリティって負担なんだよねっていうような声もある中でですね、真ん中の上、株式会社ニューラルのふまさんを、モデレーターとして迎えて、企業変革のチャンスであるということをテーマにですね、このセブン&アイ、楽天さん、おいしくさら第一さん、それからクライメットユースジャパンさん、それからユネップさんのトークイベントを行いました。また次のページにあるように、新聞広告ということで、次のページですね、朝日新聞に全面の広告を載せました。これまたシンポジウムだとなかなか読むのしんどいよねっていう方もきっといらっしゃるかもしれません。そういった方のためにですね、あえて新聞に漫画広告を出して、見た目ではない裏側にあることを一緒に考えてみましょうという広告も出させていただきました。で次のページお願いします。こういった取り組み、その前ですかね。ごめんなさい。あ、わかりました。はい、じゃあ次のページお願いします。はい、生産工程の見直しって書いてますけれども、こちらですね、アフノアメンバーの一つ、良品計画さんの取り組みですけれども、不揃いリンゴというものをですね、全国127店舗において、販売をされました。リンゴって皆さん赤いものかと思ってらっしゃるかと思いませんが、赤くするためにはいろんな生産者の努力っていうのが陰にあります。例えば反射シートを地面の上に敷いたりとか、つる回ししたり、葉っぱを取ったり、それから外見で傷とかムラがあるものを弾いたりとかですね、様々な作業があって初めて店頭に赤いリンゴというものが並んでいます。良品計画さんではこのようなですね、生産者の陰の努力ということを店頭に表示していただいた上で、色が綺麗についてはない不揃いリンゴですけれどもということで売っていただくというような取り組みをしていただきました。次のページお願いします。はい、これオイシックスラ大地さんですけれども、これ、昨年の5月農林水産省では緑の食料システム戦略というものを作りまして、その中で2050年に向けて農薬や化学肥料を削減していこう、そして有機農業をもう 25% まで増やしていこうという目標を立てております。こういったことをやっていくとですね、例えば見た目が悪くなったりするものも多分出てきます。そういった中でやっぱり中身がごちそうなんだということを、こういった取り組みをですね、オイシックスラダイチさんは見た目より中身ということで販売促進をしていただいているというところでございます。それから次のページをお願いします。またイオン九州さんでは若手職員を集めてですね、自社の扱っている製品でどんなサステナブルな商品があるのかということを若手職員が2週間に1回集まって勉強会をして、そして売り場でですね、これはこんなポイントがサステナブルなんですということをしっかりこう書いてですね、売っていただくというような取り組みをしていただきました。次のページお願いします。はい、日清食、製粉グループですけれども、社員の意識向上ということで、社員食堂でサステナブルシーフードシェアなんかをされて、していただきました。次のページお願いします。こういったですね、いろんなメンバーの方々にいろんな取り組みをしていただいていると同時にですね、メンバーの知識レベルをみんなで一緒に底上げしていこうということで、私ども勉強会なんかも行っております。次のページお願いします。この一環でですね、その次、これがメンバーですけれども、その次お願いします。
今回のサステナアワードですけれども、皆様応募いただきましてありがとうございました。次のページお願いします。昨年の動画につきましてはですね、在外の大使館で、作品を放送、それから講演していただいたりとか、それからローカルのメディアからもですね、海外でこれ流したいというお声もいただいてますので、そんなところでも活用させていただいたり、それから来月、消費者庁さんと一緒にやるシンポジウムでも、グランプリを輝いたところには今回、講演をお願いするといったところで、皆様から出していただいた動画はしっかりとこのような形で活用させていただいております。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは早速表彰に入りたいと思います。本日表彰する賞についてご紹介いたします。本年度は農林水産大臣賞、環境大臣賞、消費者庁長官賞、アグベンチャーラボ賞としてそれぞれ1点ずつ最も優れた作品として表彰いたします。また脱炭素賞、生物多様性保全賞、地域資源循環賞、支え合い賞としてこちらもそれぞれ1点ずつ特に優れテーマに合致した作品を表彰いたします。さらに各賞には届かなかったものの審査員から高い評価を得た作品については優秀賞および緑の食料システム推進賞が贈られます。農林水産大臣賞、環境大臣賞、消費者庁長官賞、アグベンチャーラボ賞を受賞したこれら4作品の動画は表彰の後に放映させていただきますので、ぜひお楽しみください。また本日の表彰式はオンライン開催のため皆様に表彰状を手渡しすることができません。このため入賞された皆様には事前に表彰状をお送りさせていただいております。さらにこちら、受賞された皆様にはこちらのロゴマークを授与いたします。後日データの形でお送りいたしますので、受賞動画作品の最初と最後に入れ込んでいただいたり、伝統や名刺での活用など皆様の作品や取り組みを広く知っていただくためにご活用いただければと思います。それではここでアワードの審査委員を務めました4人の委員の皆様をご紹介したいと思います。法律大学法人長野県立大学ソーシャルイノベーション創出センターチーフキュレーターの秋葉義恵委員、秋葉委員には審査の委員長を務めいただいております。続きまして株式会社ドリームデザイン CEO ソーシャルグッドプロデューサーの石川淳也委員、一般社団法人エシカル協会代表理事末吉理香委員、フルタン&アソシエイツ代表で兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科特任教授の古田奈穂子委員です。審査員の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが賞の発表に参りましょう。最初に農林水産大臣賞の発表となります。農林水産大臣賞のプレゼンターは下野六太農林水産大臣政務官です。サステナアワード2021農林水産大臣賞を受賞したのは、兵庫県の明石浦漁業協同組合の豊かな海へ海底耕運プロジェクトです。明石浦漁業協同組合の皆様、カメラとマイクをオンにしてお待ちください。それでは下野政務官、よろしくお願いいたします。表彰状、農林水産大臣賞、明石浦漁業協同組合殿、あなたはサステナアワード2021伝えたい日本のサステナブルにおいて当初の通り優秀な成績を収められましたので、今後のさらなるご活躍を期待し、ここに表彰いたします。令和4年2月14日、農林水産大臣金子源次郎、代読、農林水産大臣政務官下野六太、大変におめでとうございます。おめでとうございます。それでは受賞者の撮影をさせていただきますので、受賞者の方は手に表彰状をお持ちいただけますでしょうか。ありがとうございます。はい。それでは、秋葉審査委員長より明石浦漁業協同組合の作品についてコメントをいただきたいと思います。お願いいたします。はい、まずおめでとうございます。ありがとうございます。はい、
少し、コメントを私の方から申し上げたいと思います。この作品のと取り組みの肝を一言で申し上げるとすると、まさに分からない中でもできることを貪欲にアクションするっていうことで、社会と経済をサスティナブルにしていこうとする関係者の皆様の挑戦そのものであったんじゃないかなと思っております。瀬戸内海というのは世界的にも有数の閉鎖性海域でございますよね。で、これを抱える関西、四国、九州の沿岸漁業にとって、漁獲高の減少というのは、減少どころか激減だろうと思うんですが、本当に深刻だと承知しています。で、海の動画にも出てきたように海の豊かさを守るということは、実は本当にこれを制御とする地域社会と、そしてそこに関わる人々の暮らしを守ることそのものなんですよね。で、このことが本当に動画を通じてとてもよくわかります。で、少し言葉を足しますと、いわゆる SDGs の3段のウェディングケーキの本当にあの構造通り、一番下の環境、それがあるから2段目の社会があって、その上にがあるから、それがあるから一番上の経済があるんだよということが、本当にこの動画を見ることで見事にこの短い中で表現していただいたなと思って感じております。実際にこの広大な瀬戸内海を耕運するというのは大変な労力が必要だと思いますし、それも昨日今日始まったことではない、去年一昨年始まったことではない。で、それをダイビング調査も行って、なんとか科学的に実証していこうという姿もすごく大事ですし、で、実際映像にはたくさんの皆様の声から生き生きした日常のお姿、それから正直な、もう何かどういうふうになってるかわからないんだよっていうお気持ちのコメントも映していただいておりました。で、全国で類似の課題に直面している方たくさんおられて、で、すなわちの海底だからこそと手段なのかもしれないんですけれども、やっぱりこうやってできることは何でも挑戦するっていう姿勢が、きっと全国の同じような立場におられる皆様、そしてさらには世界中の沿岸漁業にを抱えている地域の皆様と経済にとっても参考にしていただけるんじゃないかなというふうに感じています。ここ数年、名物のイカナゴ漁も大変厳しい状況で、厳しい自己規制を続けておられると承知しています。で、代替タンパク質も世界的に大きな話題となってますが、日本にとっては海洋資源が本当に持続可能なタンパク源です。ですので、この今回のアワードがですね、漁協の皆様、そしてそれを関係する皆様のこの取り組み、さらに一歩も二歩もこのアワードによって前進していくということを心から願っています。本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございます。本日は明石浦漁業協同組合組合長の恵比寿元様にご参加いただいております。お時間の都合上2分程度でコメントいただければと思います。恵比寿元様、お願いいたします。はい、農林水産大臣賞に選んでいただきましてありがとうございます。私たちの思いが伝わったんだなと嬉しく思っています。漁師、漁協職員、仲卸、研究者、行政、地域住民らとプロジェクトに関わるみんなの熱量が受賞につながったんだな、だと思っています。豊かな海を目指して海底耕運は兵庫県では10年ほど以上前から取り組んでいます。その他にもいろんな活動をしているんですが、地元神戸新聞地元記者のとの一緒の話の中で、誰もそんなこと知ってないよ、もっと発信をしないとということの話で、伝えることが大切なんだなということを改めて感じてました。この動画を作りにあたって、兵庫県東有馬県民局と連携いたしまして、海底耕運にスポットを当てて、普段は見えない海の中と、みんなの思いも伝えたくて、その思いに共感してくれた地元の若いダイバーやカメラマンたちに協力いただいて、そしていろんな人が関わり、参加して出来上がりました。今年11月13日に行われる全国豊かな海づくり大会、兵庫大会に結びつけて盛り上げていきたいと思っております。このような取り組みは他にもやっていまして、随時発信もしていきたいと思ってますし、活動を広めていきたいと思っています。最後に、賞をいただいたことで豊かな海への思いが広がってほしいと思ってますし、我々も一層努力していきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。改めて受賞おめでとうございます。続いて環境大臣賞の受賞者を発表いたします。
環境大臣賞のプレゼンターは中川康弘環境大臣政務官です。サステナアワード2021環境大臣賞を受賞したのは パタゴニアプロビジョンズの5人娘、強いわ、寺田本家パタゴニアプロビジョンズです。パタゴニアプロビジョンズの皆様、カメラとマイクをオンにしてください。それでは中川政務官、よろしくお願いいたします。はい、環境大臣政務官の中川康弘でございます。それでは表彰状を読み上げさせていただきます。表彰状、環境大臣賞パタゴニアプロビジョンズ殿、あなたはサステナアワード2021伝えたい日本のサステナブルにおいて当初の通り優秀な成績を収められましたので、今後のさらなるご活躍を期待し、ここに表彰いたします。令和4年2月14日環境大臣山口剛、第6環境大臣政務官中川康弘、大変におめでとうございました。おめでとうございます。受賞者の撮影をさせていただきますので、こちら表彰状、お顔の前に近づけてお待ちください。はい、ありがとうございます。はい、いただきました。それでは石川審査員よりパタゴニアプロビジョンズの作品についてのコメントをいただきたいと思います。石川審査員、よろしくお願いいたします。この度はどうも本当にパタゴニアプロビジョンズさん、おめでとうございます。まあ、何よりも後でこれね、見ていただく機会があると思うんですが、動画が何より素晴らしいです。素晴らしい動画、もう世界に通用する動画を撮っていただいたというふうに思ってます。しかもですね、その世界のパタゴニア、みんな知ってるパタゴニアがビールを開発し始めたり、サステナブルなサーモンを販売し始めたところまでは知ってました。でそれは、まあ、世界のものが日本に入ってきたという輸入品という立場だったと思います。今回ですね、その日本の伝統、まあ、しかも寺田本家さんはちょっと漁に、走った時期があって、それをもう一回サステナブルな仕組みに地域と一緒に作り始めた酒造りっていうことを始めたことをきちんとパタゴニアさんが見てですね、一緒にそれを、開発していったというストーリーが、もうこれ以上のない世界のコレクティブインパクトを作ったんだというふうに思ってます。で、まあ、人の手、地元の歌、無農薬の米、それをですね、環境保全の立場からも素晴らしい取り組みが、しかも製品、まあ、誇るべき、日本が誇るべき製品としてですね、みんながこう口にする機会を作ってくださったっていうことが、とてもとても良かったなというふうに思ってます。企業と地域のもっともっとこれから、素晴らしい取り組みが始まっていく予感を感じさせていただいた動画となっていたと思います。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。本日はパタゴニアプロビジョンズから近藤様にご参加いただいております。一言コメントいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。この度は本当にこのような名誉ある賞をいただきまして、誠にありがとうございます。パタゴニアアウトドアウェアブランドとしてご存知の方も多かったかと思うんですけれども、まあ、数年前に食品のビジネスをスタートさせました。食そのものが水とか空気とか、まあ、今石川様もおっしゃっていただいた通り、その地域の環境やそして土壌生態系、そういったものを回復するようなやり方で作られて、そしてそういったものが積極的に選ばれていくような、そういった世の中になったら、まあ、食品自体は今私たちが直面している気候危機や環境や多くの社会課題の最大の解決策になると、そう信じたからスタートしました。そしてその解決策としての日本の食や農業のそのポテンシャルっていうのは、どの国よりも強く持っていると、まあ、そういうふうに確信しています。そして今回、寺田本家さんパッドの取り組みが日本で初めての製品となったんですけれども、今後さらにですね、この分野に力を入れて、持続可能な日本の食や農業、そして環境に積極的に貢献してまいりたいと考えています。ですので引き続きご支援いただけたらありがたく思います。
この度は本当に光栄な賞をありがとうございます。ありがとうございました。改めましておめでとうございます。続いて消費者庁長官賞の受賞者を発表いたします。消費者庁長官賞のプレゼンターは伊藤明子消費者庁長官です。サステナアワード2021消費者庁長官賞を受賞したのは、長崎県の波佐見町地域内循環プロジェクト飯能半島の里波佐見の地域内循環の取り組みです。波佐見町地域内循環プロジェクトの皆様、カメラとマイクをオンにしてお待ちください。それでは伊藤長官、よろしくお願いいたします。表彰状、消費者庁長官賞、波佐見町地域内循環プロジェクト殿、あなたはサステナアワード2021伝えたい日本のサステナブルにおいて当初の通り優秀な成績を収められましたので、今後のさらなるご活躍を期待しここに表彰いたします。令和4年2月14日消費者庁長官伊藤明子、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは末吉審査員より波佐見町地域内循環プロジェクトの作品についてコメントをいただきたいと思います。末吉委員、お願いいたします。はい、消費者庁長官賞受賞誠におめでとうございます。ありがとうございます。はい、実は以前ですね、私は波佐見町に行ったことがありまして、波佐見焼が大好きで買ったこともあります。でとても可愛らしくて使いやすくて長持ちする、その波佐見焼の製造工程の裏側にですね、実は、石膏型の処分の課題があったということは私は消費者として全く知らなかったんですね。で今回、応募くださったその取り組みを拝見してですね、ただ単に石膏型のそのリサイクルをするだけではなくって、皆様はそれをリサイクルして作った肥料でお米を作り、さらにそのお米を米粉にしてクッキーを地元の方々が作り、そして、最後そのクッキーをとても美しい、陶箱に、波佐見焼の陶箱に入れて販売をするという、もう本当に実に優れたその、地域内の循環っていうものを実現なさった取り組みだなと、私も含め他の審査員の皆様も高く評価いたしました。エシカルなもの、サステナブルなものっていうのは必ずその背景に素晴らしいストーリーや物語があります。で波佐見町のこの地域内循環プロジェクトっていうのは、その地域の方たちの笑顔ですとか、お互いのその関わり合いっていうのも動画の中から非常によく見えてですね、素晴らしいなと思いましたし、また地域の方だけではなくって、その完成された美しい波佐見焼の陶箱を手にした消費者がその物語ストーリーを知ってで、共感した時にですね、さらに消費者からその素晴らしい物語がこうどんどんと波紋のように広まっていく、そんなような、取り組みであるなというふうに感じました。なのでこのおそらくもったいないというような精神、ただ捨ててしまうのはもったいないという精神から始まったこのプロジェクトだと思いますけれども、こういった取り組みっていうのは日本の他の地域に向けてだけではなくって、海外の方たちにとっても非常に大きくこう共感できる部分があるのではないかなと思っています。私もいつかまた波佐見町に行きましてですね、こちらの、大変美しいクッキーが入った陶箱買いに行きたいと思っています。本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。本日は波佐見町地域内循環プロジェクトから澤田様にご参加いただいております。澤田さん、コメントをいただけますでしょうか。はい、本日はこのような立派な賞をいただきまして本当にありがとうございます。非常に嬉しいです。実は昨年の10月にですね、このアワードのことを知りまして、この取り組み、この審査要項とか募集要項とか見たときにですね、これ今自分たちがやっている取り組みにぴったり当てはまるんじゃないか、これをそのまま動画に映すことで皆さんにこう訴えることができるんじゃないかというふうにすごくこう直感的に感じたところでした。
これはハサミ町のこの焼き物の産地 の長年の課題でありました石膏型のですね、リサイクルの問題、そしてまたそれと同時にハサミ町のお土産の開発を同時に行ってたんですけども、その2つを組み合わせることでですね、このクッキーが誕生したんですけども、まあ、その中ではですね、焼き物の製造に関わる、型屋さんとか生地屋さん、窯元さん、まあ、それを販売する商社さん、そしてですね、まあ、廃棄される石膏型を集めたり、中間処理をする業者さん、そして、まあ、それをですね、田んぼに撒いて美味しいお米を作ってくれる農家さん、それに、まあ、米粉にする製粉の方とかですね、そしてまた何といってもこのクッキーを作っていただいた、地元の、おにぎり加工センターとかあるんですけども、そこの、お母さん方、そしてそれを最後にですね、販売する観光協会と、本当にもうハサミのあらゆる方 の力が集まってですね、またこの時代の潮流に乗った、まあ、サスティナブルな取り組みに自然となってきたような感じがしております。本当にオールハサミで、勝ち取った賞じゃないかということで非常に嬉しく思っております。このようにですね、まあ、地域が一致団結できるハサミ町というのはですね、なんて言いますかね、本当にもう幸せな町だなと改めてですね感じたところです。みんなと一緒に喜びたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて受賞おめでとうございます。続いてはアグベンチャーラボ賞の発表です。アグベンチャーラボ賞のプレゼンターは一般社団法人アグベンチャーラボ代表理事理事長荻野幸喜様です。アグベンチャーラボは JA グループが2019年5月に東京大手町に開設した社会課題解決を目指すオープンイノベーションスペースです。本アワードの共催者でもあり、本日も私たちはアグベンチャーラボさんのスタジオから配信しております。サステナアワード2021アグベンチャーラボ賞を発表いたします。受賞したのは南国西側農園の私たちの思いです。南国西側農園の皆様、カメラとマイクをオンにしてご準備ください。それでは荻野様、よろしくお願いいたします。はい、表彰状アグベンチャーラボ賞、南国西側農園殿、あなたはサスティナアワード2021伝えたい日本のサスティナブルにおきまして、当初の通り優秀な成績を収められましたので、今後のさらなるご活躍を期待し、ここに表彰いたします。令和4年2月14日、一般社団法人アグベンチャーラボ代表理事理事長、荻野幸喜。おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。では受賞者の撮影をさせていただきますので、表彰状をちょっと顔の方に近づけください。そちらすごく晴れてるんですね。はい、それでは古田審査委員より南国西川農園の作品についてコメントをいただきたいと思います。古田委員、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。南国西川農園さん、本当におめでとうございます。今回ですね、この審査をいろいろずっとやってきた過程の中で、実はこちらのこの西川農園さんのこの賞、非常にすごく早く審査員のみんなからの評価がすごく高くてですね、かなり早くに決まったところなんですね。それもですね、実はこのビデオが、ビデオ作品、映像作品がとても分かりやすくて、シンプルに西川農園さんのメッセージが伝わってくるという部分で、私考えたんですけど、やっぱりメッセージがシンプルだというのは、西川農園さんがやってらっしゃること自身の強い思いがね、非常にシンプルにこう皆さんのこうあれこれって言うんではなくて、もうこれをやりたいんだという思いが、なんていうのかな、しっかりコンセプトが明快なんだか、明快な活動されているからなんだなというように思いました。で、多分お考えの中で、やはり農業と福祉をつなぐ活動、そこにさらに経済をね、つないでいきたいという思いを持ってやってらっしゃると思います。でその経済のあり方もちょうどいい経済、皆さんが活動されている中ですごく印象に残った、こうお一人お一人がとっても生き生きとしていて、何度も西川さんも楽しいっていうお言葉をね、映像の中で言ってくださってましたが、やっぱりこういう日々の一日一日の楽しさとか、人が必要な、一人一人が必要な必
要な人間として認めてもらうことの大切さとか、そんなことも発信されてましたが、その言葉を超えたところでのその表情とかがもうシンプルにね伝わってくる。でそういったことが経済にも、ちょうどいい経済にも伝わ、こうね、目指してらっしゃるんだなということも言葉にはなくても伝わってくる部分があって、まさにそういった部分が今回のショーの、アグベンチャーっていうね、これから新しい社会を作っていきたいという部分の経済の在り方に対しての取り組みにもつながるんじゃないかなというように思いました。さらにですね、その農業福祉経済をつなぎ、そこにデザインですね、デザインもあるなと感じました。どのくらい意識されてプロダクトをデザインされているのか分かりませんが、やはり映像の中で見る中で出てきたさまざまなオーガニックコスメもそうですし、こうグアバ茶のこうパッケージデザインとかとっても可愛くって、そういった部分もひょっとしたら無意識かもしれませんし、意識的かもしれませんが、いずれにしてもその思いがストレートだからこそ形にもきちっと現れてきてるなというように思いました。本当にこれからの西川農園さんの取り組みに期待したいですし、私も実は少し障害のある方たちとのものづくり関わっておりまして、そういった方たちとの取り組みの中でね、私たちの方がやっぱりこう学ぶところが多いね、常にそう思っているんですが、今は育てられているんですって、そんなお言葉も最後にありまして、そこにも非常に共感を覚えました。そういった共感の中で、これからのまさに共生的な社会の中で、人と人が共にね、生きる共生の方ですけども、そんな中での大きなメッセージにもつながっていくと思いますので、本当にこれからもぜひ頑張っていっていただきたいなと思います。私も、西川農園さんのグアバ茶欲しいし、オーガニックコスメも使ってみたいなって強く思いましたので、またそんな機会があったらいいなと思います。本当に今回はおめでとうございます。そして今までのご活動本当にご苦労様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。本日は南国西川農園から西川様にご参加いただいておりますので、一言コメントいただければと思います。西川さん、お願いいたします。今回はこのような、大きな賞をいただきまして本当にありがたく思っております。私たち南国西川農園はですね、有機JAS認証の自家農園で、農薬、肥料、除草剤もう一切使わない究極の、オーガニックと言われております、自然農法で、ガバの果樹をですね、障害者と言われるメンバーが中心となってですね、栽培や加工で活躍しております。農業、そして福祉、そして SDGs、そして6次産業化ということを実践しております。今まで、それから今後もですね、この人気らしい働きがいのある仕事ということ、ディーセントワークですね、を掲げましてですね、メンバーさんのですね、コーチングの向上とかですね、ここの豊かさをですね、探求して、そして奮闘していきたいと考えております。で、私たちの事業を通してですね、障害者といわれる人たちのですね、自立ができる環境が整いですね、幸福な生活の輪が広がるだけでなく、日本の農業のですね、未来を支える、一役をですね、担う、そんな、世界の実現の夢を見てですね、して挑戦をしていきたいというふうに今後思っております。ちょっと最後にですね、この商品のですね、お買い上げやそしてお取り扱いが直接、障害者といわれる方へのですね、最大の、応援となります。SDGs 的なですね、社会貢献となりますので、今後ともまたよろしくお願いしたいと思います。本当に、本日はですね、このような大きな賞をいただきまして、本当に心から感謝しております。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。4つの賞を受賞された皆様、本当におめでとうございます。続いて、脱炭素賞、生物多様性保全賞、地域資源循環賞、支え合い賞の発表です。プレゼンターは下野六太農林水産大臣政務官です。まずは脱炭素賞より発表いたします。サステナアワード2021脱炭素賞を受賞いたしましたのは、株式会社グリーンシステムコーポレーションの営農型太陽光発電と有機栽培の6次化です。株式会社グリーンシステムコーポレーションの皆様、カメラとマイクをオンにしてご準備ください。それでは下野政務官、よろしくお願いいたします。それでは表彰をさせていただきます。脱炭素賞、株式会社グリーンシステムコーポレーション殿、
以下同文です。大変におめでとうございます。はい、おめでとうございます。それでは受賞者の画面を撮影いたしますので、表彰状をこちら胸の前にお持ちになって、カメラの前でちょっと笑顔でどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは末吉審査委員よりコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、脱炭素賞、受賞誠におめでとうございます。ですね、営農型太陽光発電、つまりソーラーシェアリングですけれども、実は私が所属するエシカル協会というところでも、脱炭素のために実践者に、なろうということで、千葉県にソーラーシェアリングの施設を持って運営しています。で、今回応募してくださったその皆様の取り組みですけれども、太陽光の下で有機農法で農作物を育てるという、この手法っていうのは環境、人、そして人間以外の微生物も含める生き物、社会、未来にとっていいという、三方よしどころかですね、五方よし、六方よしといったような、そういう、取り組みであるというふうに思いました。で、グリーンシステムコーポレーションの皆様はですね、さらにそこから、ソーラーシェアリングの運営だけではなくって、自分たちで作った農作物を使って、製品を作って、でそこに付加価値をつけて、さらに自分たちで値段もつけて販売をするというところまで実践なさっている点、これもですね、例えば地域創生の観点から言っても大変に素晴らしいなというふうに思います。そして何よりもですね、動画の中でも出て、来られた農家の方がですね、新しいチャレンジにこう立ち向かってポジティブな姿勢で、そのチャレンジをこう受け止めて実践なさっている、その姿にもですね、非常に勇気づけられたというか、感動いたしました。ソーラーシェアリングっていうのは実はものすごく大きな可能性を秘めていると思います。脱炭素のためだけではなくって、例えば農業就労者の雇用の拡大ですとか、あとは生態系の改善とか、さらに言えばですね、災害時にも地域のために役に立つことがありえるということ、そういったいろいろなところと、このソーラーシェアリングがの良さがこう魅力がシェアされていくような、そんな取り組みだなというふうに、思っています。グリーンシステムコーポレーションの皆様にはですね、今後さらにぜひこのソーラーシェアリングと有機栽培の6次化っていうものを進めていただきまして、例えばですが、それぞれの地域がエネルギーですとか食に関して、その域内で循環していくような、自立分散型のコミュニティを作っていくためにもですね、ぜひ、ご活躍いただきたいなというふうに心から期待しております。本当に素晴らしい取り組み、教えてくださって、そして取り組んでいらっしゃることに心から感謝し、おめでとうございますと、申し上げたいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日は株式会社グリーンシステムコーポレーションさんから阿久津様にご参加いただいておりますので、コメントをいただきたいと思います。阿久津さん、お願いいたします。グリーンシステムコーポレーションの阿久津と申します。本日はこのような立派な賞をいただきまして大変ありがとうございます。私どもは特に自分は農家の長男坊として、非常にやっぱり収入の面で苦労しまして、また農家をやってきてですね、親のやり方とかそういったのとの葛藤があったりして、一番やっぱり新しいことをやるのは時に邪魔するのは親と地域住民だなと思いましてでもちょっといろいろあったんですけども、やっぱり農水省さんでどんどん力入れてくれてるんで、私たちはそれに基づいたしっかりした農業、先進的な農業に変えていくんだっていうつもりでかなり頑張ってきました。で、もともと自分は畜産が専門なんですけれども、地域は米どころですので、米麦大豆ですから、やはり大型のトラクターが入れて、スマート農業ができないとやっぱり長く続かないんですよね。
いくらソーラーシェーリングをやったからって言って、効率の悪い農業にはしたくなかったんで、画台とかパネルとかは40年ぐらいの耐久に耐えられるように、それと大型トラクターでセンサーをつければスマート農業ができるようになってます。また自分たちは子どもの頃からある生態系というのは全く変わってしまってですね、私もアトピーで大変苦しんで有機農作物で改善したもんですから、そういった意味で一度20代にいわゆる経済的な問題とあとさまざまな問題でちょっと農業は何回か挫折してるんですね。で、太陽光と組み合わせることによっていわゆる安定したいわゆるエネルギーと農業と6次化をやることでですね、なんていうか、経営もですね、かなり改善できるような形になってきました。で、県の方でもですね、収益率も高いところのになるような企業になりましたんで、農業でもこういった高収入の会社が作れるということをみんなに証明できたと思います。また今回こういった賞をいただいて社員もですね、すごく誇りになると思いますし、やっぱり頑張ってきてたくさんの抵抗がありながらここまで来ましたけれども、本当に報われた気持ちでみんな喜んでます。本当にありがとうございます。阿久津さん、ありがとうございました。続いて生物多様性保全賞を発表いたします。生物多様性保全賞を受賞したのはトキと暮らす里づくり推進協議会のトキと暮らす里生き物育むお米づくりです。トキと暮らす里づくり推進協議会の皆様、カメラとマイクをオンにしてご準備ください。それでは下野政務官、お願いいたします。はい、それでは表彰させていただきます。生物多様性保全賞、トキと暮らす里づくり推進協議会殿、以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。受賞者の撮影をさせていただきますので、表彰状を胸の前にお持ちください。はい、マスクは今外せないですか？はい、ありがとうございます。はい、それでは秋葉審査委員長よりコメントをいただきたいと思います。秋葉委員長、よろしくお願いいたします。はい、この度は本当におめでとうございます。この取り組みはもう言うまでもなく、まあ、生物多様性保全なんていう言葉が全くメジャーじゃない頃というか、もう全く知られてない頃からの関係者の皆様の長い長い取り組みの果てに今があるんですよね。本当に私も小さな頃に、テレビのニュースで見た記憶があります。捕獲のところですね。で、生物多様性と暮らしっていうものがこう本当につながっているっていう、その取り組み全体を今回、見事にこの限られた動画の中で伝えていただきました。で、思い返しましたら、トキっていうのは日本に暮らす私たちにとってさまざまな意味で特別な鳥だと思います。野生で一度は失ってしまった大空を舞う姿で、これを長い取り組みの成果で今再びこの時色が空を舞う光景っていうのを私たち目にすることができている、もうそのことに本当に感謝をしておりますし、その裏側に本当にいろんな取り組みがあっただろうなと。で、とりわけこの営農水田と両立させるためには大型の鳥ですので、もう本当に簡単ではないいろんなやり取りがきっと終わりだったと思うんですね。でもそれを関係者の皆様の本当に地道な取り組みでここまで来ていることっていうのが、この動画の中に登場しているたくさんの方々のいろんなこの笑顔、それからクリップを持ってね、言葉にで伝えていただいているなというふうに思いました。で、特に最後のショットですね、動画の最後のところ、時色が空を舞う、もうあそこのところ本当に涙が出てきました。かつてコウノトリがそうであったように、時が全国各地の田んぼに降り立つ日っていうのは遠くないんだろうなというふうに勇気をもらいました。で、全国でこの里地とか水田とかいうところをフィールドにして生物多様性のアクションをやってくださっている方たくさんおられて、きっとそういう方々の、そういう大きな方、多くの方々に今回の動画を参考にしていただけると思います。そして勇気も与えていただけると思います。
視点を今度世界に振った時には実は水田っていうものの捉まえ方と私たち日本人が抱いている水田への思いとか機能っていうのは類似でもあれば違いもあると思います。でもこの動画を通じて日本の私たちがそして佐渡の皆様が生物多様性に支えられる地域と経済それからその持続可能な社会への挑戦を本当に一歩一歩地道にずっと取り組んできているっていうことが世界にも PR してそしてこうなんていうのかなアピールしていける、じゃないかなというふうに思います。本当に高齢化率が、きっと高い、まあ、日本どこもそうですけれども、の皆様かとは思うんですけれども今回のこの受賞がですね皆様のますますのよっしゃもうちょっともっとやろうねっていうやる気とそれから毎日の元気の源になることを本当に心から願っております。今日本当におめでとうございます。ありがとうございます。受賞された時と暮らす里づくり推進協議会の渡辺様に本日ご参加いただいておりますので一言コメントいただければと思います。お願いいたします。はい、ありがとうございます。佐渡の時と暮らす里づくり推進協議会の渡辺と申します。非常にこう昔からですね時の野生復帰につきましてはもう諸先輩方が取り組んできた事柄であります。それが今から約十数年前に時の野生復帰に合わせてですね時のと暮らす里づくり推進づくりの協議会も作ってですね里全体で農家それと農協行政そして消費者の皆さんと一緒にこう取り組んできた内容でありますので今回こうして賞に入ったというところにつきまして非常にこうよろ喜んでおります。消費者の皆さんがこう佐渡のお米をですね通じて応援してくれているのでですね佐渡の田んぼというものが今も続けていられるというふうに思っておりますしまあ、こうした消費者の皆さんとの交流ですとか、まあ、その結果がですね最近で言いますと時がですね、包丁自然包丁してからだいぶこう身近にこう見られるようになってきたんですね。まあ、時も非常にこう、共生する時との共生というところがですね非常にこう日々の農業だったりあるいは生活だったりというところで感じられるというところになったのもですねこの取り組みとそしてそれを応援してくれている全国の皆さんそして消費者の皆さんだというふうに思っています。そのこと非常に感謝申し上げます。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。先ほどから少し協議会の他のメンバーの方も見え隠れしておりますけれども最後 の記念撮影の際にはぜひビデオをフィルターオフにして皆さんで映っていただければと思います。ありがとうございました。続いて地域資源循環賞を発表いたします。地域資源循環賞を受賞しましたのは三重県真珠振興協議会の持続可能な真珠養殖伊勢志摩の輝く海と命の宝石です。三重県真珠振興協議会の皆様、カメラとマイクをオンにしてご準備ください。それでは下野政務官、お願いいたします。はい。それでは表彰させていただきます。地域資源循環賞、三重県真珠振興協議会殿、以下同文です。大変におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。受賞者の撮影をさせていただきますので、こちらに、表彰状をちょっと胸の前に上げて、お顔もちょっと、はい、ありがとうございます。それでは古田審査員よりコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、地域資源の循環資源賞ということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。まさにこのビデオの中には、この、ま、地域資源というか、皆さんはそれを命というね、とか宝石ですとか本当にこの単なる地域資源という呼び方ではなくて非常に慈しんでその、まあ、言ってみれば地域資源を大切に循環させようということのもう循環具合が非常によく映像から伝わってきました。ものすごく分かりやすかったです。もうなるほどということで、もう私も昔からですね、私は今出身が岐阜県ですので三重県はとても近くてそちらの方にも何度かお邪魔をしてるんですけども、
前よもやここまで の資源の循環をされているということですね。まあ、最初のこの海の資源、宝物、宝石、命への、まあ、感謝から始まって、それを守るために見守るという仕組みを作られて、そこからさらに再生、そして再利用、この再利用の、ね、展開がもう本当に素晴らしくて、もうこれ審査員のみんながびっくりしたっておっしゃってましたけれども、まあね、食べる、食用にしていく、真珠にするだけではない、その以外のものを食用にすることはまあもちろんなんですけども、さらに食用外のものもですね、まあ、コンポストにしたりですとか、ちょっと驚いたのはボタンにもなるんだと。でそれを海外にね持って行ってらっしゃるということも映像の中にあって、短い映像の中でよくここまでね全てのそういった活動、多分でもこれが全てではなくて、もっともっといろんなね取り組みをされているんだろうなって、そこまで思いをね馳せることができるような素晴らしい取り組みのこう、なんていうんですかね、時間、命の時間、長い時間、海の時間、そういった皆さんが取り組んでらっしゃった時間も感じさせることができる、もう素晴らしい作品だったと思っています。まあ、そういったことがこれからの海を守っていったり、皆さんのお仕事が、経済のこう経済循環にもいい形で適切な循環につながっていくような、そんな取り組みもまたつなげていっていただければいいなと思って拝見しました。本当に今回はおめでとうございます。そしてこれからもますます頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は三重県真珠振興協議会から中村様にご参加いただいております。中村様、コメントをお願いいたします。はい、今回地域資源循環賞をいただきまして、大変嬉しく思います。この機会にですね、2点皆さんにお伝えしたいことがあります。一つはですね、真珠産業というのは日本発祥のオリジナルの産業だということです。三重県志摩市の英虞湾で始まった真珠養殖はですね、現在ではオーストラリアですとかインドネシアとかですね、たくさんの国で営まれているんですけども、どこへ行ってもですね、真珠の重さは門目とか缶で取引されています。日本のスタンダードがデファクトとして世界に、世界とつながっているということです。でもう一点はですね、真珠というのは人と自然の共存共栄のシンボルであるということが言えるかと思います。数ある宝石の中でですね、地面を掘ることもなく山を崩すこともない、本当にサステナブルな産業ではないかと思っております。で当たり前の話なんですけども、豊かな海がないとですね、きれいな真珠は養殖できないんです。でこの基本をですね大事にして、次世代につながる真珠養殖を育んでいきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。はい、おめでとうございます。続いて支え合い賞を発表いたします。支え合い賞を受賞しましたのは、有限会社鹿児島有機生産組合のラブライフオーガニックです。有限会社鹿児島有機生産組合の皆様、カメラとマイクをオンにしてご準備ください。それでは下野政務官、お願いいたします。それでは表彰させていただきます。支え合い賞、有限会社鹿児島有機生産組合との以下同文です。大変におめでとうございます。ありがとうございます。受賞者も撮影をさせていただきますので、表彰状を顔の前にお持ちください。はい、ありがとうございます。それでは石川審査員よりコメントをいただきたいと思います。お願いいたします。はい、この度は本当に本当におめでとうございます。支え合い賞にはもう御社しかないんじゃないかなって思ったぐらいです。動画を見た後にまずは本当に優しい気持ちになりました。それと皆さんが時間をとても大切に過ごしていらっしゃるんだなっていうことが動画の中から感じられたということが、受賞の大きな理由だと思います。で、本当に本当に長い間みんなで生産から販売までをオーガニックにもう本当魂を込めて、丁寧に続けてきたっていうこと、もうここ我々としてもですね、感謝しかございません。とてもとても嬉しく思いました。それとですね、この僕は映像の専門家でもありまして、そんな中でですね、
御社が途中に挟んできたこの大地を踏みしめる白い長靴、これが何と言いますか、日本を、それと世界を持続可能にしていく一歩に見えた。まあ本当にこの映像を持って、参加して応募してくださってありがとうございます。支え合い賞おめでとうございます。はい、ありがとうございました。有限会社鹿児島有機生産組合から大和田様にご参加いただいておりますので、コメントをいただきたいと思います。お願いいたします。はい、今日は本当にこのような素晴らしい賞をいただきましてありがとうございます。私たちのこの鹿児島有機生産組合ですね、今から37年前に、まあ、10人の若者、私もその頃は若かったんですけれども、まあ、10人のメンバーでなんとか自分が食べるものは安全なもので、子どもを育てたいし、周りにもそういうものを伝えたいなというところで10人で始めた、この生産活動なんですけれども、やっぱりその自分たちだけでやってたって、地域の環境も変わらないし、周りの子どもたちのためにも広がらない、そういうことからですね、地域づくり仲間づくりを続けることが、とても大切なんじゃないかなということで、この間ずっと、地域に広げる活動をですね、それをやってきまして、今現在、県内160名の農家が集まる、まあ、生産者集団ということになっています。私たちが、作ったのは、始めたのは、まあ、どこの町に行ってもですね、鹿児島のどこに行っても、まあ、有機農業に取り組んでいる我々と気の合う仲間たちがいる、まあ、そういう社会が本当に、欲しいなっていうか、そういうことを目指してですね、一人一人、まあ、気の合う仲間たちと手をつないできたら、今日に至ったということで、まあ、そういう意味でこの支え合い賞というふうな評価をいただけたというのは本当に、嬉しく思っております。これからも有機農業っていうのは何も特別なことでもないし、やっぱりこう我々が生きていく上で、普通に、やっていける、やっていかないといけない、まあ、暮らしなんじゃないかなと思っているところです。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。大和田様おめでとうございます。それでは最後に優秀賞および緑の食料システム推進賞の発表に入ります。順番は作品名の50音順になりますが、本日はグループ名を読み上げさせていただきます。まず優秀賞を発表いたします。優秀賞はこちらの3グループです。ライフェクト株式会社柏台リンクス、淡路ネイチャーラボ&リゾート株式会社パソナ農園隊、松川町有機の里を育てよう連絡協議会、以上3グループです。おめでとうございます。続きまして緑の食料システム推進賞を発表します。17グループが選ばれました。受賞者を発表いたします。カニゾーオーガニックエコフェスタ実行委員会株式会社高彦アグロビジネス、山梨県庁農政部販売輸出支援課株式会社ラカウッド、株式会社ソーラーアグリイノベーションズ、五島の日塩プロジェクト五島の椿株式会社、日向の魚株式会社日礼、株式会社日礼フレッシュ株式会社、八方園キューピー株式会社広報グループコミュニケーション室、株式会社杉本商店株式会社イノフィス宮崎大学、シマデニムワークス株式会社リノベーション、バナナトゥーザフューチャー工科学園中学校高等学校、日本生活協同組合連合会社会地域活動推進部サステナビリティ推進グループ、淡路シェフガーデン事務局、ビアごと共生する滋賀の農林水産省
農林水産業、失礼いたしました、推進協議会以上となります。受賞者の皆様おめでとうございます。それではここでオブザーバーのアグベンチャーラボ代表理事、理事長の荻野様より一言コメントをお願いしたいと思います。お願いいたします。はい、皆さん、受賞した皆さん本当おめでとうございました。そして応募していただいた皆さんにもですね、感謝を改めて、申し上げたいと思います。今回たくさんのご応募があったようですし、まあなんていうんですか、皆さんのこの熱量も上がってきた感じがしてます。実際私審査員の皆さんの審査をオブザーバーとして、見させていただく立場にありましたけれども、審査の過程でも非常にその、まあ皆さんのパッションが伝わってきてですね、それをどうやって評価したらいいもんかということで、なかなかこう評価順位付けが難しかったようでありました。まあ、そんな審査員の方々のご苦労を見てまいりましたので、一言ですね、そんなふうに申し上げたいと思います。先ほど来ですね、審査員の方々のコメントの中に、例えばストーリーがいいストーリーがあるとか、あるいは思いを感じたとか、まあ、こういうのがあったんですけど、私も同じようにですね、皆さんの作品を見て感じました。似たような表現ですけど、僕はやっぱりこれをやってやろうっていう、これ結構難しいんだけどチャレンジングなんだけどやってやろうっていうパッションのようなもの、まあ、これ一つ目ですね、このパッションを感じました。そしてもう一つは愛ですね。例えば子どもたちのためにとか、次の世代の人たちのために、あるいは美しい自然のためにっていう、まあ、皆さんの取り組みの裏側にある愛情のようなものをですね、改めて感じました。そしてこのパッションとか愛とかっていう活動をやってらっしゃる皆さんの姿が、このビデオの中でやってらっしゃる姿、あるいは語ってらっしゃる姿が、皆さんハッピーな感じでしたね。だからこういう取り組みをハッピーにみんなが取り組んでる姿っていうのは、私はとてもですね、嬉しかったし感動しましたし、私自身も、少し、こう感じるものがあったということでございます。そしてもう一つ、これはビデオを通して見て改めて思ったことですけれども、まあ例えばですね、生産者だけではやっぱダメで、そして、やっぱ消費者も一緒になって、そしてもう一つ事業者もですね、一緒になって、この三者の立場の人たちがみんなそれぞれでやっていって、まあこれを手をつないでですね、一緒になってやっていくところに、僕は一番の大きな成果を生むんじゃないかなというふうに思わされました。皆さんのものを見てですね、そんなふうに思ったということでございます。エシカルな、農林水産業、エシカルな消費、エシカルなビジネス、まあ、こういうものを通して、まあ、豊かな未来、あるいは明るい未来をですね、一緒に皆さんと作っていきたいと思います。私も仲間に入れていただいて一緒にやらせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は今日本当におめでとうございます。以上です。ありがとうございました。はい、荻野さん、ありがとうございました。それでは本日のアワードの振り返りの前に、農林水産大臣賞、環境大臣賞、消費者庁長官賞、アグベンチャーラボ賞を受賞した4作品の動画をこれから紹介いたします。まずは農林水産大臣賞受賞、明石浦漁業協同組合の豊かな海へ海底耕運プロジェクトです。よろしくお願いいたします。兵庫県明石市、海の町として知られていて、タイやタコ、ノリ、イカナゴなどが有名だ。そんな明石でも今、海の栄養不足が問題になっている。なあ、昔はな、ようけ魚がおったんやけど、今もだいぶ減ってもたな。今競りが1時間、1時間ちょっととかぐらいしかないけど、昔は競り時間に2時間もあって、すごい活気があった、うん、昭和40年代の時は、
公害とかいう問題があって、もうとにかく海が汚れたからきれいにせなあかんっていうのが一生懸命こうみんな頑張って海をきれいにしてったんやけど、さあきれいになった思ったら今度はちょっと魚がおらへんっていう面白いもんやな。もっときれいになったらもっと魚がおるもんや思うとったのに、なんか魚が減ってきたって、そんなこともあるんやな。海の豊かさを守ろう、これは SDGs の目標の一つでもある。では豊かな海って何だろう。海底耕運とは、海の底、海底を耕して栄養を出してくるっていうことです。明石で始まったのが多分10年ぐらい前だと思います。もともとはやっぱりその海苔の色落ちいうところから入ってきて、ヒラメとかタイとかいうのを稚魚いっぱい巻くんやけど、こう増えてこないっていうのが、これがなんで増えへんのかなっていうのがよう思いよったんです。そうやってした時にいくらこう巻いてもこの魚が食べる餌がないん違うかなっていうことを感じ出したんですよね。でそれが海にの底に沈んどるリンとか窒素とかいうのも海の沈んどるっていうので、それをかき上げて巻き上げるっていうことをやったのが海底耕運です。今回調査でちょっと中入ってもらった時にやっぱりそれなりの効果が出とるっていうのを目で見た時に、ああやっぱやって間違ってなかったやなっていうことを今感じて、次の取り組みに生かしたいなっていうふうに思ってます。環境が整ってるということですかね。やっぱりやっぱり栄養がある海ですよね。たくさん魚が取れる海であってほしいなと思います。漁師にできることなんか知れとうけど、これから耕さないと魚が住まれんやろ。海底耕運もすぐには効果はないと思うけど、後継者のためにちょっとでもええことは何でもやっていったらええと思う。豊かな海、いやもっと魚がいっぱい取れて稚魚が育って餌が豊富で魚が豊富な海、身近なもの、多種多様、夢、願い、活気、漁師の未来。海のことはわからんことばっかりなんですよ。でも今やれることを信じてとにかくやっていくしかないっていうふうに思ってます。でできたらもう2030年までには何らかの結果を出したいなと思ってます。とにかく今やれることを信じてできることは何でもやるっていう気持ちでいます。こちらのチャンネルのもう一つの海底耕運の動画も拝見させていただいたんですけれども、海の栄養不足を解消するこの海底耕運という取り組み、今回の動画で私初めて知ることになりました。明石浦漁業協同組合の皆さんや関わる方々の生き生きとした表情ですとか熱意が本当に印象的な取り組みと動画でした。本当におめでとうございます。続いて環境大臣賞受賞、パタゴニアプロビジョンズの5人娘、かっこ寺田本家パタゴニアプロビジョンズです。どうぞご覧ください。寺田本家24代目当主、寺田勝です。寺田本家は千葉県神崎町で340年続く酒蔵になります。神崎神社の鎮守の森から水脈がつながって、寺田本家の敷地内にある井戸もコンコンと湧き続けてくれて、その水を大事に使ってお酒造りの原料とさせていただいております。原料のお米は農薬や化学肥料を使わずに地元の農家さんに作っていただいた宮村式などの品種を使っております。戦後寺田本家も工業的なお酒造りを目指して大量生産へと進んでいた時期もありましたが、人の役に立つお酒を作りたいということで1985年頃から伝統的なお酒造りへと回帰してまいりました。
まずは原料を見直し、添加物を使わず、機械もできるだけ使わないで手作業で、お米に触れながら作っていこうというふうに切り替えていきました。寺田本家のお酒作りの特徴は全て蔵付きの菌で作っているということです。よそで培養された菌を使わずに蔵に住んでいるさまざまな菌の力を使って自然発酵でお酒を作っております。そのいろいろな菌が元気に活躍してくれるように蔵の中には、炭をたくさん使っております。伝統的なお酒作りに回帰すると同時に何世紀も前から伝わる酒造り歌を歌いながらお酒造りをするようになりました。歌を歌うことで微生物と蔵人がリズムを合わせながら共同作業で共に発酵していこうというお酒造りを取り組んでいます。米、水、微生物というシンプルな作り方だからこそ多様な微生物が働いて複雑な味わいを作り出してくれます。豊かな酸味は、口の中の後味を切っていろんな料理にも合わせやすくなります。これはまさに土地の力、風土の力が、お酒の味となって現れてるんじゃないかなと思います。昔からの食材や環境を守っていこうっていうパタゴニアプロビジョンズの価値観にとても共感しています。寺田本家のお酒を召し上がっていただくことで地域の農家さんも喜んでくれて微生物たちが関わり合って混ざり合って発酵していくみたいにこの地域の中でも農家さんと自分たちとそしてまたいろんな人たちが混ざり合って活性化していけばこの地域がより発酵してワクワクしていくような場所になるんじゃないかなと思います。歌を歌うことで微生物と蔵人がリズムを合わせて共同作業で共に発酵していこうとしている農家内のコメント、そして酒造りの本来の成り立ちから改めて学ぼうという姿勢、そこに、胸を打たれました。ぜひ近々5人娘をいただいてみたいと思います。本当におめでとうございます。最後、続いてですけれども消費者庁長官賞受賞、波佐見町地域内循環プロジェクト飯能半島の里、波佐見の地域内循環の取り組みです。どうぞ。製造工程で出る石膏型の処分がこの産地の課題でした。その石膏型をどうにかしようということからリサイクルの取り組みを始めました。リサイクルの方に回さなかったら問題がですねずっと続いていっちゃうのかなと、できることをみんながそれぞれできればというところで、お力になれたらと。産地としての産廃で出すんじゃなくて地域で循環してるっていうのはその一つの今の時代だとサステナブルな取り組みになってくるからそれは一つ産地としても売りにはなってくると思うので、
浅見町は養魚と農業の町ですので、トウバコクッキーを手に取っていただくお客様に、ただの商品としてのトウバコクッキーではなくて、その2つの産業がですね、協力してこの1つの商品ができているということをやっぱり知ってもらいたいというふうに思っています。農業と養魚の絆、石膏利用、波佐見焼と波佐見の食の新たな挑戦、トウバコクッキーと一緒に波佐見のストーリーを皆さんのもとへお届けします。旬の食材と波佐見愛の詰まった米粉クッキーを作ってます。オール波佐見で取り組む地域内循環。最後、ハサミのトウバコクッキーの登場に、経営からわーっていう簡単の声が思わず漏れました。ハサミ焼きと米粉、そしてハサミの皆さんを巻き込んだこちらの運命的なストーリー、大変素晴らしい取り組みでした。おめでとうございます。それでは最後に、アグベンチャーラボ賞受賞、南国西川農園の私たちの思いです。私の中ではもう普通なんですよ。もう当然もう肥料もやらないし、農薬も一切しないで作ろうと思ってました。ここにある自然とかも全部農薬とか肥料やってないですよね。でもこう生き生きしてて、鳥がね集って、やっぱり外に出て四季を感じながらやることで、まあ、精神的にも安定をするし、自分たちの能力を発揮する場所がたくさんあると。まあ、厳しさもありますけどね、けど楽しいことが多いですよね。それぞれの特徴もあり、家族と一緒みたいな感じでもうやっぱりみんなをこう認めてもらってるという、そういう意識がすごくあって、ここのね南国西川農園では必要な人間なんだ。どこで誰がどんな風に作っているのかわからないものをいいですよって進めれないと思ったので、色もつけずに保存料も入れずに添加物入れずにできるんだっていうことを気づいてほしいという気持ちもあります。最初はこう、ガバを自分が育ててるっていう感じでしたけど、今は育てられている。動画内に出てまいりました、みんなが認めてもらっているという意識がすごくあって、ここの農園では必要な人間なんだ、それとガバに育てられている、このコメントが農というものを超えた人間活動にとても大切なものを教えていただいたような、そんな気持ちにさせていただきました。おめでとうございます。それでは動画の紹介は時間の都合上こちらで終了となりますけれども、受賞した28の作品は農林水産省ウェブサイトにて本日から公開予定です。本日放映できなかった作品もご覧いただけますので、ぜひごゆっくりご覧ください。それでは最後にサステナアワード2021審査員の委員長を務められました秋葉審査委員長よりコメントをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆様、お疲れ様でございました。そして受賞の皆様、改めましておめでとうございます。この審査2年目になるんですけれども、毎回審査員は多分他の審査員の皆さんも同感だと思うんですが、とても楽しみなんですね。私大学におりまして、でこの持続可能社会をなんとか取り戻したいっていうこの思いは、このアワードをこう毎年見てて今年も特に強く思ったんですが、もう世代を超えて日本中で共有しつつあるなっていうふうに感じてます。でとりわけ大学で2000年以降生まれの若い方々と日々接しているという生活の中でですね、で彼らの本心からのこのままではまずいよね、私たち自分たち自身の問題なんだよねっていう、なんというか非常に強い感覚というのをとても強く感じます。これは義務感というよりはですね、本当に無理なく素直に
と彼らはアクションをしていっていますし、アクションしたいという若者がすごく多いなと、感じておりまして、このことはとても心強いなと思っています。社会の仕組みとか人々の意識ってそう簡単に今日言って明日変わるとかっていうことではないんだろうとは思うんですけれども、まあ、去年そして今年と、このアワードで講師のこうエントリーしてくださった皆様、それから受賞してくださった皆様で、こうやって実際行動して変えていっている多くの方々の姿をみんなでこうやって一緒に広く共有するっていうことが、明日への、それから2050年からもっと先行って100年後への、もう私は生きていないと思うんですけれども、100年後への確実な一歩につながってるなということをすごく確信を抱いています。本当にこのアワードは楽しみにしているアワードで、来年もおそらく続くと信じております。で、次のアワードに向けた1年っていうのがもう実はもう今日から始まっていますよね。で、また1年皆様と共に未来へ向けて歩んでいきたいなと思います。本当にありがとうございます。そしてお疲れ様でございます。秋葉審査委員長、ありがとうございました。大変長丁場の表彰式、皆様ご参加ありがとうございます。表彰式もいよいよ閉会となります。残念ながら2年連続でオンラインでの開催となりましたが、せっかくですので最後に可能な方は皆様ビデオをオンにしていただいて記念撮影を撮りたいと思います。どうぞ皆様カメラをオンにしてご参加ください。あ、皆様続々とカメラオンで、あ、嬉しいですね。はい、今回ポーズは2パターンで撮影させていただこうと思っております。1つ目は普通に皆さん笑顔での状態で撮らせていただきまして、最後、2つ目は恒例のアフノアポーズですね。こう小さく輪を作っていただいてみんなで撮ろうと思います。ではまず笑顔バージョンから、皆さんご準備よろしいですか？はい笑顔ですよ。はい、スタッフが画面キャプチャーを撮っております。笑顔キープでお願いします。はい、いかがですか？まだまだキープですよ。あ、マスク一瞬外せる方がいらっしゃったら嬉しいかな。はい、まだキープでお願いしますね。はい、撮影します。はい、スタッフさんいかがですか？大丈夫ですか？はい、じゃあ2つ目のアフマーポーズ参ります。あ、もう一つですか？あ、笑顔の方です。あ、はい、じゃあ笑顔の方ですね。はい、撮影します。スタッフさんお願いします。オンライン開催恒例となってまいりましたね石川委員が面白い表情になっております。はい、 OK です。じゃあもう一つのアフノアポーズですね。せーの、はい、アフノアキープですよ。キープ、あ、いいですね、いいですね。いかがでしょうかあ、皆さん画面に近づいてください。山梨県の販売輸出支援課の皆さん、もうちょっとお顔見せてくださいね。スタッフさんいかがですか？キープで、あ、皆さん上手ですね。あ、もうちょっとだそうです。はい、笑顔キープで、笑顔キープでお願いします。はい、口角上げていきましょう。アフノアプロジェクトですよ。いかがですか、スタッフさん？もう少し、はい、もう一回撮るんですね。はい、念には念をね、皆さんもせっかくのいい笑顔ですからね、はい、しっかりと撮っていただきましょう。アフノア、アフノア、マイクもオンでお声が聞きたいですね。あ、OK です。ありがとうございます。はい、本当に長丁場のご参加ありがとうございました。はい、それでは本日のこちらの表彰式はこれにて終了とさせていただきますけれども、これより取材の時間とさせていただきます。取材の流れを説明させていただきますので、農水省の阿部さん、お願いいたします。